はい、こんばんは、山城と申します。まあ、めちゃくちゃ日もさんさんのね、日中に撮ってますけどね。まあ、一応挨拶はこんばんはで通しております。まあ、開けるのは夜なんでね。夜なのかな？あ、多分これもしかしたら夜の10時？あ、いやいやいや、わかんねえ。どこの幕で入れてんだろうね。わかんないけど、雑談します。特に何もね、テーマも何も考えてないんですけど、ちょっと雑談というか、一応今後の予定なんかをね、ずらずらっと、話していけたらいいのかなとか思いながらね、回してます。今何しとるかというと、どこにおるかというと、ここ四日市市の西芥川かな？あ、東芥川だ。ちょうど西芥川と東芥川の境目のところらへんにある、ファミリーマート四日市東芥川店ですね。のところに来ております。で、なんで私がこのところにおるのかというと、今日はね、ちょっと四つ目の企画用にね、買い出しに向かっていこうと。まあ、四つ目および県、あれですね。山田チャレンジとかあっちの方のショーツ用のネタのやつ用の買い出しがてらちょっと休日にお出かけって感じでございます。でちょっと遠出に、遠出地方でもないですけど、東院町とかいなべの方にちょっと今から寄ってくんで、いやどうせだったらちょっとカメラも回そうかなと、思ったんでね、回してみました。だから本当に何もテーマも何もなく、なんかお題があって話すとかそういうわけではないです。あんまり近況報告とかの雑談報告がね、その生放送がなくなってからなかなかできなく、なってしまってましてね。で、実は雑談動画自体撮ってるのは撮ってるんですけど、いかんせんね、出す順序か、その速報系のね、どうしても緊急で出すよっていうやつはね、間で差し込んで11時に出したりとかってやってますけど、こっちの方はね、普通の雑談とか、いわゆる近況報告的なことは、全然ね、できてない、状態ですので、何とかしてね、これ、うまくとできやんかなとは思ってるんですけどね。これを8時に持ってこようかなと思うんですけど、まあ、いかんせん、まだ9月のね、去年の9月に取ったデータとかをね、出してる状態ですから、ちょっとね、そのあたりもね、それを後回しにしていくともうね、1年前のデータ今更出してきてんのかよってなってますからね、過去最高記録が3年前のデータ出して、あ、違う。それどころじゃない。お蔵入りになっとったのを11年ぶりに出してきた11年前の動画を出したりとかありましたからね。まあ、あれなんですけど、ちょっとそのあたりとかね、ぼちぼちとやってきたらなと思います。ちなみに、この動画の方が先に上がってんのかな？どっちが先なのかな？唐揚げの動画は、なんか緊急の情報が地域情報が入らない限りは、多分、4月中に上がってるはずなんで、そっちの方が先に上がってるかな？唐揚げの動画が上がってると思います。唐揚げ弁当ね。まあ、三重県北中西地域のね、で、売ってる唐揚げ弁当で一番うまい唐揚げ弁当をね、探り当てようっていうねやつをやりつつね、唐揚げ弁当を食べる模様をねショーツでお届けして、ショーツのネタにもしてしまうっていうね、思ったんですよ。1回の撮影で何も1本しか動画を撮っちゃいけないっていう理由ないじゃないですか。何も1本の動画で食べてるところをね撮りながら、批評メインのね、解析メインの動画を一本作りつつ、食べてるところをショーツでパッと流して、唐揚げ弁当を紹介するっていうようなハイブリッド企画にしてしまえば、なんと1回の撮影で2本分のデータが取れる。で、まあ、うちのことだから多分、ロング動画の方に関しては1回それで収録をすれば3本分くらいは取れちまうだろう。まあ、でも4つ目なんでね、週1投稿でそれやっちゃうとあれなんですけど。まあ、そんな感じになってますんでね、まあうまくやっていけないかなという感じでございますね。
まあ、あとやっぱ速報系はね、言うてやっぱ再生が入るのは入りますからね。時事ネタ、やっぱし、まあ検索で引っかかりやすくなってくるんで、調べて見てくれる方も多くなって、で、最近はその時事ネタへの反応が、うちのチャンネルがちょっとずつ良くなってる。なんて言って言ったらいいのかな。活動をしてる、歴と、多分、すでにそのコンテンツとして上がってる量が多い。のがあって、比較的そういったトレンドネタの時でも、パッて上げるとね、上位に検索されやすくなってきているのかなという感じはあります。うん、なのでそのあたりをね、もう少し詰めていってね、ショーツが国際向けって言ってねやってましたけど、比較的ね思ったより国内需要の方のが伸びてきてるんでね、ちょっとこの場合もね、対応をどうしていこうかな。まあまあメインはねあくまでも海外向けに作ってるのがあるんで、逆に日本の人が見てくれるんだったらね、ロング系のね動画の企画ものへの導入とかもね、なんならちょっとずつ見てもらえてる感じがあるんで、うん、おかげさまでそういったのが結構重なってね、月2万再生超えをね一応出してことができましたんでね、うん、一応これ2万を切らないようにしてね、やっていきたいなと思ってますんでね。ただねちょっとねロング動画の方がねちょっとなかなか今厳しい動画が続いてますよね。まあ山田圭さんがどうしてもあれだけロングな大長編になってしまいましたんで、徹底解析してたらね止まらなくなってしまって、うん、どっかで要約しようと思ったんですけど、ダメだもう要約できねえわって、うん、徹底的にやるしかねえって言ってやっちゃったんでね、全何十回になってんだろうね、まだ編集終わってない、今のところ25回ぐらいまでいってんのかな。結果的にその伊勢湾一周の旅、一瞬一瞬の旅は終わったんだ。次何？あ、じゃんけん2か。じゃんけん2のね、編集は、全然進まない、っていう結果になってます。まあ、じゃんけん2ね、あれメイン動画にするのどうかなっていう、クオリティなんでね、実はね。実は撮れ高全然なかったんですよね。あれ、結局何行ったんだったっけ？どこ行ったんだったっけな？ちょっと思い出せないぐらい、なんか記憶に全然残ってない企画なんですよ。ただ途中で開始1時間ぐらい、これあかんやん、どうしようって、いう風に、かなり下振れした記憶だけは残ってます。やべ、ひどいなって、いうセリフを発したのまでは覚えてるんで。で、とりあえずちょっとコンビニに寄って、ちょっと考え直そうかなっていうようなこととか言ってたのはありましたんでね。その後はでも、そっか、でかい企画がないのか。その後のやつって何？ああ、あれか、温泉行ったやつとかも、あれも多分、メインサブチャンの方で、まあ、雑談トップになると思うし。だから本編動画がめちゃくちゃ少なくなっちゃってるんだよな。で、まあ、ちょっと BGM 入れたいっていう本格的な編集する時間がね、今、ショートに完全に時間取られちゃってましてね。まあ、ちょっとまた新しい試みやったり、カットインのやつとかをね、結構、曖昧を見て作りながら、週14本。から14本から18本ぐらい上げてますもんね。ってなってくるとね、なかなかね、とりあえず、動画の投稿本数を埋めるので、ちょっといっぱいいっぱいになってるんですけど、まあ、2000本まではね、もう、そのあたりクオリティをね、物量で補っていく形でね、やっていこうかなと思ってます。で、思ってるのは、だからメインチャンネルも、もう BGM とかの入れたりするのを、極力もうサブチャンに回して、本当にちょっと、JR 西のターミナル駅完全制覇の旅みたいな感じでね、気合いの入ってるやつ以外のやつは、もう全部、サブチャン風のね、簡単編集にしてしまって、逆にね、そこから、切り抜きやってる方とかに、うわ、はい、ごと、どうした、
曲がって、え？どういうこと？ドライブシャフトが折れたか、あれ。あの、前輪がハの字になっちゃってましたね。だから、なんか、事故ってぶつけられたっていう感じでもないし、なんだろう。謎だ。わー、これ反対側偉いことだ。完全に道塞いじゃってるんで、全く進まないから、どこまで行くんですか？トライアルの先もダメ？うわぁ。これはしんどいね。あれなんだっけ、メインチャンネルのやつをさ、まあ、サブ、スミカとかサブチャンのね、やつとか、ああいった感じのやつを増やして、まあ、で、切り抜きをね、やってくれるチャンネルさんとかね、その、やってくれる、人を、ちょっと、募集していくような形で、やっていこうかな、という目論見はあります。どうなるか分かりませんけどね。このとこ 手焙煎コーヒーの店できてんだ、営業日が金土日月か。ああ、なるほどな、水木休みなんだ。へえ、すごいですね。あ、でもお客さんいっぱい入ってるのはすごいですね。手焙煎ね、でやるとね、どうなんだろう。あ、でも手焙煎ってだけだから別に浅煎りでも深煎りにでもできるのか。自分、さじ加減でできていますからね。そう、うちが浅煎りコーヒーを初めて飲んだ時は手焙煎のね、やつで飲んで。こんなフルーティー、本当にフルーティーになるんですよね。浅煎りの、手焙煎で浅煎りでやると、めちゃくちゃ、ジュースに近い、本当に味になっていくんですよ。不思議なんですけどね。うん。っていうのがあったりするのを飲んだなっていうのをちょっと今思い出しましたけどね。うん。じゃあ普段はそんなに、コーヒーよりは紅茶の方が好きですしね、っていう感じだったりしますけどね。さあ。ってことで、まずは、実はまだ飯食ってないですよね。昼過ぎどころじゃない、もう3時になってるけど、まだ飯をね、食ってないので、飯を食べがてら。山中へやってきました。フランテですね。よいしょ。フランテ山中で。まあ、こっから延々と唐揚げ弁当ばっか食うんですけどね。やっていこうと思います。じゃあ食ってこよう。あ、買ってこようだ。もう腹減って食う方が優先になってる。じゃあちょっと買ってきます。切り抜きチャンネルの話とかちゃんとしたいんですけどね。またどっかでね。資料まとめる時間がなくて、なんかずっと後回しになっちゃってる。いかん。よいしょ。